ジャッジ201センチ、フリーマン196センチ、大谷193センチ、レッツ175センチ、こいつ、ようやっとる、チビの希望やで。でも日本人って175すらないチビだらけやがな。レッツが190センチやったらジャッジや大谷より、上、やった可能性あるな。身長能力化けもんなし。レッツってなんでスキンヘッドなんやろ。千鳥の大悟の完全上位互換。よく見たら顔くっそかっこいいよな。アルトゥーベって体小さいのになんで30本も打てるん？ナンジーミンからしたら170台でも高身長なんだよな。 PS カチカチ男のおめえも返上した仕様やっとる。 Y ちょうどベッツと同じ身長なんやが、怖くて大谷とかジャッジと一緒に野球できる気がしない。レッツすげえよ。日本人も鍛えろよ。だいたい175以上あれば十分活躍できる。人種で骨格の違いは確かにあるけど、大谷が生まれてしまった以上、何言ってもパフォーマンスに関しては言い訳になるんだよな。大谷だって最初からそこまでぶつかったわけじゃないしね。野球にこんな大胸筋はいらんねん。というか多くのスポーツに。チビの割にようやっとるわ。あと20センチあれば天下取れたのにな。ご視聴ありがとうございました。